お腹を引っ込めたり、足を細くしたり、猫背や反り腰、様々な原因は姿勢の崩れからあります。今回は1回14秒、高出しプランクを紹介していきます。通常プランクというと、このようにやると思うんですが、実はつま先じゃなくて足の甲でやると、めちゃくちゃ効くんです。一つポイントがあります。1回14秒です。呼吸は7秒です。7秒息を吐いて一瞬で吸って、もう一度吐き続けます。息を止めたらお腹をへこませる効果はゼロになります。気をつけてください。初級、中級、上級と3種目紹介していきます。まずは初級から3セット。肩の下に肘をつきましょう。片足は足の甲、片足はつま先です。これで体を持ち上げて7秒したら足を入れ替えます。いきましょう。スタート。息を長く吐いて、残り7秒で足とつま先を入れ替えます。はい、入れ替えましょう。片方足の甲、片方つま先です。はい、 OK です。一度深呼吸をして2回目いきましょう。しっかり腰を反れないように丸めてください。2回目いきます。スタート。息をどんどん吐いてください。はい、足入れ替えましょう。はい、 OK。 さあラストです。いきましょう。スタート。しっかり腰を丸めましょう。はい、足入れ替えましょう。初級の方お疲れ様でした。次は中級編です。足は今と一緒です。肘の位置を少し前にしましょう。この状態で7秒したら足を入れ替えます。いきましょう。スタート。今度は負荷が上がっていきます。頑張って。はい、入れ替えて、うおー、オッケー。さあ、これをもう2回です。頑張っていきましょう。だんだん肘が手前に来ちゃうんで、また前に出しましょう。いきます。スタート。頑張って、入れ替えて、シャー、オッケー。あー、いい汗かいてきた。さあ3回目です。いきましょう。スタート。うわ、疲れてくると息が止まるんでね、止めないように入れ替えて、はい、ああ効いてる効いてる。さあラスト、上級編。さらに肘を前に出します。今度は足は一緒でお尻を動かします。頑張っていきましょう。いきます。スタート。お尻を動かして、はい、反対足、頑張って、うおー、上げる、うわー、あと2回やったら終わりです。さあ気合い入れていきましょう。いきます。スタート。入れ替えて、オーケー。あーあああああ食べる余裕がない。じゃあラスト、これで本当に終わりです。行きましょう。スタート。入れ替えて、うおー、腹筋やべー、効いた。お疲れ様でした。やってみた方はレベルをコメントで教えてください。